さて今日は彼岸の入りですが厳しい残暑が続いていますこの暑さは季節に合わせて商品を出す和菓子店にも影響が出ています広島市内にある和菓子店ではク栗や鳴門金時など秋の味覚の商品が並びますが売れ行きはかばしくありませんお前ねおいしい月見団子やってるんですけれども今年はちょっと暑さと影響があったと思うんですがちょっと売れ行きの方が悪かったよう、ね、に はい感じます例年人気の商品で中秋の名月に合わせ50個ほど用意しましたいつもは完売しますが今年は動きが鈍く商品の3割は売れ残り値下げして販売しました一方でこちら夏の商品であるわらび餅は人気だということなんです本来であれば9月上旬までの販売なんですが今年は今の時期になっても売れ行きは好調だということです 今日の県内は府中市や秋太田町かけで37度を超えたほか、広島市中区では最高気温が35.7度となり、観測史上最も遅い猛暑日記録を更新しました。今日は暑さも和らぐとされる彼岸の入り。明日からおはぎの販売を始めますが、売れ行きを考慮し、例年よりも数を3割減らす予定です。 和菓子、まあ、は特に季節の先取りというのはやりますから。一日も早く涼しくなって、お茶がおいしく、コーヒーもおいしく。我々も作る害があると思いますね。県内は明日も猛暑日になる見込みで、暑さへの備えが必要です。それでは今年の夏の記録振り返っていこうというふうに思うんですけれども。観測史上最高気温を更新したこの秋太田町をかけ。三十九点五度。 これ中国地方でも歴代一位の数字だったと、いかに暑かったということがわかりますねで。それ以外の地点でも、広島市中区三好市、それから生口島や神石高原町、雪でも。歴代の最高気温を更新していると、も県内全域で森さん暑かったんだな、ね、ということがわかりますよね。えー、あのかけの三十九点五度は、確か、この日全国で一番暑かったのがこの日だっようそうでしたかね。えー、これでもどんどん更新してまして、雪。 9月の今日もですね、はい、最高気温歴代更新しているということで<え>まだまだどんどん暑くなっていってるんですねでこれ一覧ご覧ください、はい、8月9月広島市中区の猛暑日、もこんんなな感じなんですよカレンダーにしてみると、えー、これ太陽マークがついているところが猛暑日を更新している記録しているというところなんですけれどもどれぐらいか8月26日、9月も今日入れて10日これいずれも観測史上最多の数になっているということで 明日も暑くなりそうなので、うん、まだまだ暑さには注意が必要となりそうです。